今日は11月5日です。昨日までライトアップしてました。秋と書いていますが、この裏に夏って書いています。夏もやっている模様です。今日はライトアップしてないので、今だいたい4時頃です。あと30分もすれば日没になり暗くなります。中野神社事務所、昨日 YouTube で見て調べりした。何かですごい。暗くなる。たくさんのもみじがあります。このカバンとこまで、あとで静止画像にして読んでください。これはなんか手を洗う石で、自然にできた石だそうです。東屋です。先ほど最初の動画は、上の道路から、撮影しました。緑もあれば黄色、茶色、赤、濃い、朱色、様々ありますね。
はい、初めて来てみました。ちょっと下に降りてみます。なんと友達がいました、お綺麗だね。ここで写真ちょっと一枚撮ります。お、上には神社があります。ちょっと行ってみましょう。多すぎ、はあ、多すぎ。下の木も大きかったけど、これ推定500年。ほう。私手を広げて4回分は行きそうです。はあ、お、上にもなんかあるみたいです。上に何あるの？上は、開けてるんだよ、この人。なんか神社とかあんの？神社とかはないみたい。長めいだけ。
小さい滝あります。なんて読むんでしょうかね。変わっているのが鳥の鳥居です。これはなかなかないです。くちばしとか、色がついています。こっちもこれが珍しいです。鳥の鳥居って珍しいよ。これは松、松の木です。先ほどは大杉でしたが、これは松の木です。ぐるっと一周してきました。写真撮ってたね。海外の観光客がかなり増えております。昨日まで、ライトアップ、しています。今日はライトがつきません。ここから滝を、眺める模様です。上に神社があります。
そろそろカメラのバッテリーもなくなってきました。ぜひ皆さん、青森県黒石中野もみじ山、ぜひお越しください。